嫌なことあったんなら話くらい聞くよ。俺は週刊ダッシュの記者、尾上聡。スクープを追いかけ続け、今年で3年目になる。ジャーナリストに憧れていた俺は、事件班に入れたのが嬉しくて、結構頑張った。よっしゃ、終わった。尾上さん、お疲れ様です。今週号、出ました。ありがとう。あ、新井さん見てくれた？え？俺の関東。首都テレビ職員にインサイダー疑惑。あれ、令和の失楽園、不倫密会現場を撮った。あの、それ差し替えになったそうです。鏑木さんの写真が特ダネで。あ、そうなんだ。じゃあ、最新号出ました。おー、ありがとう。鏑木元春、その鏑木がどんなやつかというと、素行、人格、共に最低。こいつ、今度は俺がお前から関東奪ってみせるからな。ねえ、キスして。かわいいな。鏑木元春。尾上さん、気にすんな。こんなムカつくやつに負けたのか。編集長。ああ、尾上、お前張り込み班行ってくれ。は、張り込み班っすか。張り込みの方が人手不足でさ、急に決まったのよ。いや、でも俺経路全く詳しくないですし。事件犯での経験も役に立つからさ、お前なら大丈夫。あ、知ってると思うけど、デスクの木内ね。ああ、張り込み犯、またの名を地獄へようこそ。地獄。おいおい、おのえ素直だから本気にしちゃうだろ。あ、おい、カブ、ちょっと。今日から尾上同じ班だから。そういや、お前ら同期だったな。おお、そうだっけ。そうだよ。まあ、慣れるまでお前が面倒見てやってな。大丈夫っすよ。なわけいくかよ。お前、張り込みしたことねえだろ。はい。いい機会じゃないの。株の実績知ってんだろ。まあ、そりゃ何度も関東かさられましたんで。鏑木元春と尾上聡、いいコンビになりそうだね。シャンプーは柑橘系か。ちょっと寝癖ついてる。バーカバーカ、全然完璧じゃねえじゃん。俺の観察日記でも書くつもりか。別に。最初に言っとくけど、特に教えることなんかないから。ないってことはねえだろ。ねえんだよ。とにかく今日俺らがやることは、 CM 女王浅岡由美の浮気相手を抑えること以上。へえ、楽なんだな、張り込み犯って。なあ、今楽っつったか。だって相手が出てくるのを待つだけなんだろ。お前前の部署で何やってたんだよ。は
事件班で記事書いてましたけど。そうなんだ。こないだのビル火災の担当俺なんだけど。ええ、有能だったんだな。朝岡だ。え？邪魔だよ。男がいねえな。来た。くっつけ。くっつけ。もっとくっつけ。気づかれた。行け。え？俺？おい。分かって早く。おい、どっち行った？逃がした。一応聞くけど、全力で走ってあれか？しょうがねえだろ、取材で走ったことなかったんだから。相手の顔は見てるわけねえか。俺と同じ体格でした。少しは役に立ってくれよ、有能記者さん。こんばんは。はい。お待たせ、かぶちゃん。かぶちゃん。いや、お二人に早く会いたくて仕事抜けてきちゃった。本当に？あれ？嬉しいな。髪切った？切ったの。めっちゃいいじゃん。ありがとう。よかった。ありがとう。え、可愛くない？このコート。最近買ったんだ。あ、そうなんだ、うん、ビール3つね。ありがとうございます。おいっおいっ。よし、じゃあお疲れ様ということで乾杯。乾杯。うまー。カブちゃんに会えて嬉しい。ね、俺も嬉しい。何それ、本当？俺もそうだ。あのホスト誰？お前のライバルだ。そうだ。本当に嬉しいの。あいつのあんな顔初めて見た。逆に俺はああいうのばっか見るぞ。二人とも綺麗ですよ、本当に。やだ。何食べようかね。お腹空いちゃった。マジかよ。何なんだあいつ。はい、お釣り300円で、ね、ありがとうございます。領収書大丈夫？大丈夫ですよ、ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。二人は送ってなくて大丈夫？うん、大丈夫。大丈夫。本当に？次いつ会える？二人が会いたいときいつでもいいよ。本当に嬉しい。カブラギ、こいつのどこがいいんだ？ニヤついた顔。帰るの寂しい。ね、寂しいね。まだ帰りたくないね。一瞬だったね。なんだこいつ、ペラ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 喋りやがって。女の子のこと持ち上げて。ホストかよ。俺も好きだよ。気をつけてね。うん、またね、うん、ありがとう。バイバイ。バイバイ。ちょっと来い。なんなんだよ。新井さんに悪いと思わねえのか。新井？ああ、アシスタントなの。そうだよ。俺別に新井さんとは付き合ってねえし。
嘘だろ、あんながっつり抱き合ってたじゃん。だからは、ちなみにあの二人は柳建設に勤めてるから最近たまに話聞いてるだけだ。柳建設って詐欺容疑で騒がれてる。うん、よく知ってんな、さすが有能。ってことはさっきのあれ取材か。要するに覆面取材だな。裏も取れたし。お前それあの二人騙してるってことじゃねえか。別に俺はただ彼女たちにこう言っただけなんだけど。嫌なことあったんなら話くらい聞くよ。お前耳弱いな。は？じゃあな、酔っ払いはとっとと帰れよ。なんだよあいつ。うまさやん。どうした？とんでもねえあいつ。とんでもねえ？何があった？耳にふうって。耳ふう？なんでこの仕事してんの？あ？なんでいきなり？いいだろ、一応相棒なんだ。それぐらい聞いても。じゃあお前は？俺？俺はペン一本でこの世の悪を暴いてやろうと。なんだよ。ペン一本でこの世の悪をな。お前はどうなんだよ。まあ金かな。スクープ取ればボーナス出るし。そんなことかよ。じゃあ写真一枚でこの世の悪を暴いてやろうと。もういいよ。冗談だって。そうだよな、初めは俺もそんなんだったかもしれない。え？なんでもねえよ。朝岡、なかなか出てこねえな。ああ。お前、それ俺は関東取った時の号じゃん。勝手に取んなよ。何？探してくれたのか。何の話だよ。ダッシュ、今見えたぞ。勘違いじゃねえ。朝岡だ。え？ほら、やっぱりわざわざ探して読んでくれたんだな。
お前うざい。ごめん。出てきたぞ。え？並ばねえな。くっつけ。そうだ、もっと近く。男の顔もう少しアップにできるか。俺この男知ってるかも。どういうことだ。誰だっけ。どこかで。あっ、おい、こいつ誰なの。大塚組幹部の真野光成。ヤクザか、お前よく名前まで。去年政治家の裏金問題で騒ぎになったろ。あの時芋づる式にこの組の違法行為が発覚して組長が捕まったんだよ。真野は組長の側近。そういうことか。え、大塚組は各界にコネがある。もちろん芸能界ともな。浅岡由美があれだけ多くの CM を撮ってるのはバックに大塚組がいるからだ。 CM 女王とヤクザがつながってるって、これ浮気より何倍もでかいスクープだよな。だな、やるじゃん。どうした。お前笑うんだな。当たり前だ。でもお前すげえ。なんだこの胸のドキドキは。静まれ静まれ。